こんにちは、大橋です。今回は質問をいただいたので、その質問にお答えしていきたいと思います。質問の内容というのが、道案内、英語で道案内をどういうふうにすればいいですかというのを、という質問をいただきました。実際道案内って結構難しいですよね。よく考えていただくと、日本語で道案内するのも結構難しいと思うんですね。ですので、英語でそれを道案内しようとするとなかなか難しいと思うのですが、基本的な表現というのはお教えしたいと思います。でそれをこう駆使して、道案内ができたらば最高ですよね。ですので、基本的な表現というのをいくつか書き出してみました。一番最初、Go straight。Go straight。まっすぐ行ってくださいという表現ですね。Go straight。その次の表現、Turn right。Turn right。Turn というのは曲がるという意味なので、右に曲がってください。Turn left といえば、左に曲がってください。で、Turn left at the second traffic lights。Turn left or turn right at the second traffic lights。というと、2個目の信号で、右か左に曲がってくださいという表現になります。でこういうのも例えば turn right at までで覚えておくと結構いいですね。なぜかと言いますと、 turn right turn left というのは結構皆さん覚えていると思います。ただその先文章を続けるのが難しい方が多いと思うんですね。しかし turn right at までで覚えておけば、あとはどこでというのを入れてあげれば簡単に文章を作ることができるので、 turn right turn left で止めるのではなくて、 turn right or left at まで覚えるようにしていくと文章がここまでちゃんと言えるようになるはずです。であと覚えておいた方がいい表現というのは、例えば go straight and turn right at the second traffic lights and you will see 何々が見えますという表現ですね。 you will see a bank 銀行が見えますでもいいですし、 You will see 何々って言うと何々が見えてきます。例えば On your right On your right On your left You will see 丸々 On your right あなたの右側に丸々見えます。 You will see 丸々 On your left と左側に何々が見えますとか、あと、Go straight, turn right at the second traffic lights. You will see 何々 on your right. It's next to 何々。何々の隣ですという表現ですね。It's next to. It's next to the bank. 銀行の隣です。It's next to a pet shop. ペットショップの隣です。何でもいいので、隣という表現も覚えておくといいと思います。あともう一個なんですけども、It's across from 何々。というと、何々の反対です。反対側です。という感じの表現なので、これも覚えておくと結構便利だと思います。これ実際なんですけども、こう外国人の人に道案内をするときに、自分が知ってるものを使って頑張って説明するのもありですし、あとそれを学んでいくために一個だけできることがあるんですが、例えば海外旅行に行ったときに、例えばホテルまでの帰り方、自分はちゃんと分かっているんですね。分かっているのに、わからないふりをして地元の人に聞いてみるって結構いい作戦だと思うんですね。帰り方が分かっているから地元の人にそれを質問してちゃんと帰れるじゃないですか。でその中からネイティブが実際に使ってる表現を聞いて、あ、こういうふうに言えばいいんだ、こういうふうに説明できるんだというのが分かるので、それを覚えてあげるのもものすごくいいと思います。で道案内なんかこう悩んでしまったこと、実際にこういうことができる、できない、あると思うので、もしできないことがあったらば、下のコメント欄に書いていただければ、そのあなたの悩みも解決していきたいと思うので、ぜひコメントの方もしてください。それでは今回はこの辺で。Take care! Bye bye!